ジョー・アレクサンダーはアメリカ合衆国のバスケットボール選手。イタリア男子プロバスケットボールリーグセリエ A のディナモバスケットサッサリに所属している。出生地は台湾の高雄市。出身大学はウェストバージニア大学。父親の仕事の関係で台湾で生まれたアレクサンダーは2歳の時にはメリーランド州シルバースプリングに移住。 8歳の時にはネスレで働いていた父の転勤に伴い中国に渡り北京での6年間でアレクサンダーは北京語が堪能になった。北京では1996年からインターナショナル学校に通い始めるが、ここではジョーよりも兄のジョンとジェレミーが先にバスケット選手として名を馳せ、二人は北京の高校バスケットボール MVP に輝いた初の外国人となった。 その後2002年に再びメリーランドに戻ったアレクサンダーはリンガノリ高校に進学。最終学年には14.8得点7.0リバウンドを記録し、さらにシーズン通算90ブロック FG 成功率58.0%は同行の新記録となった。しかし当時のアレクサンダーは地方校の名もないエースの一人に過ぎず NCWA のデビジョン2や デビジョン3の大学からは勧誘はあったものの、デビジョン外のエリート大学からの誘いは皆無だった。そこでアレクサンダーは、奨学金を得るために、バージニア州のハーグレーブリク軍士官学校に通うことを決心。士官学校では、サムヤングラゴのカレッジスターとなる選手が在籍したため、出場時間はほとんど得られなかったが、2004から05シーズンの1、シーズンだけ通った後に、 奨学金を得て、ウェストバージニア大学に進学することができた。年間のデビジョン内所属校に進学を果たしたものの、1年目は、ほとんど出場時間が得られず、10試合の出場で1.3得点の成績だった。しかし2年目の2006から07シーズンになると、ようやくアレクサンダーの才能が認められ、全試合に先発出場を果たして10.3得点4.3リバウンドと大きく、 数字を伸ばすと、3年目の2007から08シーズンにはチームのエーススコアラーとなり、16.9得点6.4リバウンドを記録して、ビッグイーストカンファレンスのオールファーストチーム AP 通信選出のオールアメリカに選ばれた。主管学校時代のチームメイト、サムヤングが在籍するピッツバーグ大学との試合では32得点を記録し、 ウェストバージニア大としては28年ぶりとなる2試合連続30得点以上を達成。NCWA トーナメントではスイート16まで勝ち上がった。大学では3年間だけプレーし、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではミルウォーキーバックスから全体8位指名を受けて NBA 入りを果たした。2008から09シーズンは、 52試合の出場で4.7得点1.9リバウンドとドラフト当初の期待に応えることができなかった。翌2009から10シーズンは怪我の影響もあり、D リーグ落ちも経験。また、シーズン中に、ジョン・サーモンズとのトレードで、ハキム・ウォリックと共にシカゴ・ブルズに移籍となった。シーズン後、ニューオーリンズ・ホーネッツへ移籍したが、2010から11、シーズン序盤に解雇された。 その後、ウバドルのテキサスレジェンズと契約した。その後も、海外リーグや、ウバドルなどを転々としている。白人選手としては珍しいバリバリのスラムダンカー。高い身体能力と長い腕、優れたシューティングタッチは、ミスマッチの発生をたやすくする。ゲームに対する高い知識も持っており、ディフェンスに対する読みも深い。アウトサイドシュートに関しては向上の必要がある。 ディフェンスではフェイクに引っかかりやすく、また安易にファウルをもらおうとするところがある。プレドラフトキャンプ時の身体データスプリントはコート3、4層。ベンチプレスは約8 4ラム。ありがとうございます。